はい、こんにちは、ボッカンと申します。ワールドサッカーコレクション S ワサコレフォに進めていきたいと思います。ボッカンのゲームチャンネルでは毎週水曜日15時ですね、ワサコレ動画を配信しております。ということで、今週もねやっていきたいと思います。はい、現在ね、スタンプマッチが来てるんですけれども、前のね、イベントのガチャの報酬とかがあるので、それを回していきたいと思います。で、今週の、リーグの戦の模様ですね、リーグプレミアに属しているんですけれども、現在ちょっと調子悪くてこんな感じですね。やばいです。降格圏内ではないですけれども、ギリギリ、13位ということで、かなり微妙な位置にね、つけてます。はい、ちょっとここからね、頑張って残留していきたいなと思ってるんですけれども、さて、それではね、ガチャ券の方に行きたいと思います。で、現在来てるガチャが、これ、ドドドドッカンガチャというね、あまり熱くないガチャが来てますね。1回目で引く、コスト3以上の EGS、特にね、外れがね、いつも通り当たるんじゃないかなということで、これはね、今週はスルーした方がいいんじゃないかなと思います。またね、クリスマスとか、お正月とかに熱いガチャが来そうなんでね、そこまではエナジーボールね、頑張って貯めておきたいなと思っております。はい、ということで、行きましょう。使用期限付きガチ券ですね。はい、何のイベント行ったかな、ちょっとなんか SPS のガチ券が結構ちらほらありますので、そちらをね、引いていきたいと思います。はい、なんかミッションのイベントだったんですね。なんかいつもとね、様子が違ったんですけれども、ちょっといまいちね、ちょっとなんていうんだろうな。一応頑張ったんですけれども、最終日ということを忘れてしまっていて、すべてのノーマルバージョンのなんかミッションみたいなのをすべてクリアすることができなかったんですよね。なのでちょっと悲しい結果に終わってしまいましたが、頑張ってガチャだけでも引いていきましょう。ということで、キャンペーンこそ20人以上のガチャ券から参りたいと思います。それではいきます。ここは期待したい。はい、いつも通りね、始まりました。そう、ということで、まずはやっぱり星5から始まるんですね。さあ、また被った星5手に入れましょう。メンフィスデパイ。コスト30も何回も獲得してますからね。はい、なんかが見た顔です。次か、キャンペーンコスト20人以上のガチャ券いきましょう。これ何のガチャ券かよくわからんけれども、はい、BLS、ブンデスリーガスターズ、これもまたね、イエトロビレムス、なんかすでに一度獲得したことがある選手のようです。全然覚えてません。もうこの SPS ポイントの報酬はいいかな。次、コスト22以上のガチ券再び行きたいと思います。SPS 券をね、頑張って引いていきましょうということで、ここで GCS を引いた。さあ、いつも期待だけはするけれども、や、はい、マッピョガッピョ、エクストラスキルはオフェンスダウン強ライトグリーンということで、このエクストラスキルがあるだけでもマシですね。さあ、次行きましょう。どうしようか、一平の件行きましょうか。一平のイベントのなんか報酬の残りパスみたいなのがありますね。はい、ということで、NDG 引きました。5列か。はい、コスト24。まあ、NDG はね、ちょっと使おうって気にはならないですからね。コスト22以上どんどん攻めていきます。ちょっとこれね、早いこと全部使っちゃいましょう。次 BLS です。はい、この次がスターズ。これ新しい選手だぞ。だがコスト22。アレクサンダーハック。次。まだな。ここ引いてもいいけどね、もう。はい、コスト22以上のガチ券いきたいと思います。さあ、 BLS、 なんか今日はいっぱい BLS いきますね。はい、これまた新しく感動してます。エミリアのインスワ、インスワか、はい、なんかな、もうちょっと名前がインスワやったかな。なんか昔結構ウィーで使ったことありますね、この選手。でも微妙ですね。コスト30、どこにあったんやったかな、昔リバプールぐらいのなんだったかな。姿がないのね。確かリバプールぐらいにおった気がすんねんけどな、ところですね。昔ですよ、かなり。もう何年前だろう。10年ぐらい前かな。はい、次、ブルゾビッチ来ました。もう何回も見たことですけども。星5の選手はかぶりたくもない。はい、次行きましょう。まだコスト22あるわ。めちゃめちゃありますね、コスト22以上のところ。そして BLS と行く。もうこれ言ったら BFS 券って初めから言うといてくれたらいいのに。おっと、これは新しいがコスト25。特に何もね、ユニークスキルもついてこない。ということで、ここまでか。はい、あと残り少なくなってきましたね。コスト24以上ガチャ券。これ、週の、ミッション報酬みたいなやつですね。この前もやったやつです。はい、星5。新しく、ちょっと、ハキム・ジアシュ。でもこれは、ハキム・ジエッチになってますね。コスト32。でも一度獲得したことがあります。これも獲得しましょう。今すぐ確認する。一応、これちょっと もらっていきましょう。もう一回書きます。はい、ということで、ガチャへ参ります。OK。
じゃあコスト20引きましょうか。出来たてほやほや、取れたてほやほやのガチャ券です。さあ行きましょう。どうでしょうか。ポンと惜しい。やっぱ GCS の方がいいような感じはイメージあるんですね、星5やったら。おーっと、これは誰だ、アンドレ・シューバー。はい、ビッグゲームスコアラーですね。いやー、次、コスト20-40いきましょう。さあ、もうなんか FPS に期待を込めて引くっていうことになるけど、いつもなんか FPS は、ね、熱いやつ来ないんですよね。デパイ、なんでこんないっぱいたくさんあるカードになったら、デパイいきなり今日2人もいけんのみたいな。はい、次、SPS 行きましょうか。あ、いやいや、こっち行きましょう。FC バルセロナ、インテル、GCS、星5、一平券。まずここでね、GCS か、一平、星5かで、勝たなくてはならない。さらにそこで、その中の GCS の中でもバルセロナ、インテルで頑張ってもバルセロナを引かなきゃいけないみたいな感じですね。行きましょう。だから、確率的にはあるんちゃうか。ほぼほぼインテルが出るしな、GCS 引いたら。どうだ？おー、来た、GCS。さあ、インテルか、バルセロナ、バルサー来た！でも、うん、でもや、あの左サイドバックの選手か。よっしゃわ、ジャンクレア・トディボ、コスト32。ああ、なんか出とった選手やな。超新星。味方のスタメン内で自身のコストが一番低かった場合、多分一番低いですよ、出たら。自身のデュエル勝率がアップということで。ディフェンシブギア。なるほどな。どうなんやろうな。でも、スパサブセンターバックって結構レアやな。はい、ということで、次。じゃあ SPS 券ですね。あともう残ってるのは、頑張ってね、もう最高の SPS 選手を引きましょう。いきます。マッペでいいんです。マッペが欲しいんです。ていうか、マッペじゃなくても、他に誰がいいかな。おー、サウル・ニゲス。これは熱いんじゃないかな。どうだろう。スペインの、まあスペイン代表の中でもかなり熱い方。おー、こそ36。どうだ。あ、見えなかった。星5コーチ。まあこれはいいですね。はい。じゃあ最後いきます。極み SPS ナショナルガチャ。これちょっと熱いし、もうすぐにいきなりね、極みになるからね、いきなり即戦力として使えるかもしれないんで、かなり熱いんですよ。これはね、気合い入れて引いていかないといけない。いきましょう。ラスト、最後の極み SPS ガチャ。レディーゴー！ガチャ、ガチャ、ガチャ。おっ！わかれ。誰かわかれ。ティアシーゲンかとか思ったけど、ちゃうかったわ。ホールド、わかんない。キーパーやろな。でも手袋してますもんね。はい。ハンネス・ソウル・ハルドートン。いや、不動の守護神、ガーディアン・スペシャリティ。どうなんやったの？これね、結束セーブ。自身をゴールキーパーで起用した場合、味方、スタメン、ディフェンダー内に、アイルランド代表いません。きついですね。成功率アップ。じゃあ、アップしませんね、これ。いやバイキングクラップ。バイキングみたいなね、味方チームなんか、ダメだこれ。はい、ということで、すべてのガチャ券引き終えてしまいました。金のインクスキルなぁ。だよね、ちょっとね、さっきの、サウル・ニゲスの様子を見ましょう。エクストラスキルがディフェンスダウンと、ユニークスキルが結束と、ラ・ロハ。あともう2つが何かわからないけどね。まあ、これは多分レベル、極みにすることで解放される。これは限界突破4回以上することで、まあまあまあそうですね。いや、どうなんやろな、このサウルニゲス。強いかどうか分からへんな。SPS とはマジでちょっとね、スキルが謎やから。まあこれ後で調べられるらしいんですけどね。うん、ということでね、今日も全てのガチ券を引き終えました。まあどうでしょうね。まあ、多分即戦力となる選手はいなかったので、ちょっと微妙な結果に終わったんじゃないかなと思います。はい、まあこれからね、年末にかけてね、また熱いガチャとかやってくると思うんで、まあ熱いガチャもやってくると思うし、熱いイベントもやってくると思うのでね、またこれ年末ね、頑張ってね、ワスコレの方もコツコツやっていきたいと思います。ということで今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。おっと？何これ？ピアノの時に言ったこんなの。なんだ、柴崎か。高っ！